あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さて、ではですね、取り上げるニュース、こちらのニュースです。立憲民主党、内閣不信任決議案、細田衆院議長への不信任案を提出。立憲民主党は昨日、物価高への政府の無策ぶりは看過できないなどとして、岸田内閣に対する不信任決議案を提出しました。また、週刊誌にセクハラ疑惑が報じられ、言動が議長としての資質に欠けるとして、細田衆議院議長に対する不信任案も提出しています。まあ、これ提出されると最優先でこれをまず審議するということ で、今日本会議で採決が行われるということでありますが、はい、まあ、これは否決の方針というところですけれども、まあ、与党含めてですね、うん、でこれ2つ出てるので、これをちょっと僕は分けてやっぱりみんな考えていかなきゃいけないと思ってて、この内閣審議案というのは、まあ、ある種なんていうかな、その嫌な言い方かもしれないけど、恒例のような形でね、うん、でもこれは僕はですよ、はい、野党のある種のやっぱり姿勢であり責任でありね、ただ何が なぜ内閣不信任なのか、うん、はい、そこのやっぱり理由っていうのにやっぱり国民が納得できるかどうか、うん、そこは絶対必要ですよね、はい、今回はその内閣不信任に関してはその物価対策どうのこうのってあるけれども、僕はちょっと弱い気がやっぱしていて、もっと僕は実はまだ言ってるかって言われるかもしれないけど、僕はコロナっていうのは終わってないと思って、はい、それはコロナ難民って僕は言ってますけど、この何年かで抱えたやっぱりこぼれていった人たち、国民ものすごく命を落とした人多いわけですよね。だからそういうものに対してのアフターケア、何もしてないじゃないか。そもそもこれだけのコロナが大変なことになった、その対応もどうだったのか、まあ、ある意味ではここ2年ぐらいをまとめたね、内閣信任の理由だったら僕は分かるんだけど、はい、ちょっと弱いかな。で僕はむしろその内閣信任よりやっぱり細田さんのね、はい、議長の不信任案、うん、これやっぱ細田問題っていうのをもう一回考えなきゃいけないのは、まあ、例えばその、ね、週刊文春がずっと報じてる、はい、こうスキャンダルスの話もある、これも非常に大事ですよね、はい、今日もまたあれかな、そうですね、はい、その選挙で中摺を、ね、見るとそうそうそう、今度はなんか選挙における実質買収みたいなね、報道、まあまあ、これはもちろん週刊文春頑張ってやってるんだけども、はい、僕はそれよりもね、やっぱりその例えば10増10減についての発言とかね、定数是正についての発言、ね、そうそう、でこれはね、はい、やっぱり僕にはすると、やっぱりこの小選挙区制度そのものでね、はい、二大政党を目指すって言ってこの制度を取り入れたくせにね、うん、やっぱり僕政治がほとんど努力してないと思うんですよ。国民ほら民主党政権の時に、はい、すごいこの勇気を持ってね、政権交代、じゃあこの制度をやってみようってことでやったんだけど、政治側は相変わらず二大勢力になる気配もないでしょ。だからそういう意味ではこの選挙制度そのものも含めてね、やっぱり議論すべき時なのに、まあ、10増10減に賛成反対っていうのは、要するに今の制度で自民党の議席が多いから、はい、これが減るのかどうかみたいな、そういうふうに寄って立つところにこう見えちゃうわけですよね。こういうところは国権のやっぱりこうリーダーですから、国会っていうのは自民党だけじゃないわけですよ。少数政党もいろんな人たちがいて、そこで何か決めなきゃいけない、それをリードする人が議長でしょ、はい、だこの人がやっぱ個人的なねことをバン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 言うっていうのは果たしてどうなのっていう、そういう僕は問題もある。それから、まあ、議長党籍を外れてっていうことになると、うん、全員の、まあ、ある意味こう代表でもあると。そうなんですよ、うん、だからそういう資質の問題っていうのはあるし、それから選挙制度だって本質的な議論になってないんじゃないかとか、それからあとほら100万円しかもらってないって話もあったけども、そうですね、月100万円しかもらってない、これもねやっぱりもうなんか政治家がこう家業になってる、稼ぐ、うんうんうん、だからそういうなんか感覚のもいろんなものが実はこの細田問題ってあるわけですよ。だから細田さん、こういうものに対してはきっちり一回やっぱり説明をね、責任を果たさなきゃいけないんだけれども、うん、議長としてね、うん、それがないじゃないかっていう、うん、だから、まあ、ある意味では今の永田町のそういういろんな政治の問題を全部凝縮してるような話なんですよね、はい、だから僕はこの細田問題に対しての、まあ、各党がどう扱うのか、うん、でこれ維新なんかは、まあ、欠席という形でね、採決の時はみたいなことをやってるけども、はい、
むしろ僕は自民党も試されてると思ってて、やっぱりこういう国会のね、やっぱりトップのあり方、それからその本質的なこれ問題を抱えてる、どういうふうにこれ自民党反応するのかなっていうね。自民党だって国会の一員なんですよ。多数派だけどね。はい。だから、なんかそういう意味では、この細田さんの、まあ、不信任。はい。こっちの方を僕らはちょっとしっかり見守って、各党の言い分みたいなものを耳を傾けてやっぱりしなきゃいけないのかなって僕は思いますけどね。まあ本当選挙制度一つとっても、ね、これ一票の格差を是正すればするほど地方の声が上がらないじゃないかっていう指摘もあるし、うん、まあ、このままそうですね、もうどんどんこれいきますからね。ニュース7時またぎ、この不信任案についてなどなど掘り下げてまいります。ここで株と為替の値動きをお伝えしておきます。8日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて$269.24安い、$32,910.90で取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 88.96 ポイント下がって 12,086.27 でした。一方円相場$1.134.20付近で取引されております。ニューヨーク下げました。ヨーロッパの金融大手クレディスイスが4、6月期赤字に転落すると発表して、銀行株を中心に企業の収益先行きまた赤字になるんじゃないかと警戒感が広がったということであります。さあ、ではニュース7時またぎ、引き続いてこの与野党の、まあ、政局といいますか、これ、まあ、内閣不信任案についての対応も含めてですね、これ参院選ってものをやっぱり意識しながらみんなやってるって感じですか。いやいや、井田さんその通りだからね、これ実は立憲の幹部先々週かな、何人かも僕は取材したんですけど、やっぱりこう最後の、まあ、見せ場って言って言葉悪いんだけども、それはやっぱりこの議長の問題と、それからその内閣不信任だと、はい。でこれは同時にその野党が今回なかなか選挙で結束できてないっていうのもあるけども、まあ、そこへのある種踏み絵のようなものも意味は乗ってくるか乗ってこないかね、はい、で完全に決別するのかも含めてね、そういう意味もあるから、そこはもう、まあ、つまり選挙を意識して、このカードを切っていくということですよね。だからそういうのはあった。だから狙い通りいくかどうかちょっと別としても、はい、まあとにかく参議院選挙は間違いなく近づいてきていてね、もう、カウントダウンでしょ、はい、で今一生懸命取材してますけどね、参議院選挙、まあ各党がそれぞれ調査をやって立憲なんか3回ぐらいやってるのかな。自民党も実は6月の頭ぐらいにやるっていうような話で、はい、まあ、いろいろ今情報収集してますけど、なかなかこう自民党がこう、まあ、余裕のある戦いをしてるなっていうのはあるんだけど、ただやっぱりそのゴールデンウィーク前と随分状況が変わってきてる。それは新しい、まあ、人たちが出馬の、はい、それからやっぱり維新がねすごくガッとこうムードがあったんだけれども、まあ、その辺少しこう落ち着きてきてるっていうことも、まあ、全体の数字ですよ、あるので、だから、まあ、少しゴールデンウィーク前と状況が変わってると。で今回ちょっと気になるその野党の一人区の話ですよね、はい、これが、まあ、12かな、12案と32のうち12しかできなかったと、はい、共闘が完成したの。そうなんですよ。で、ね、これはまあ立憲としてはそのもう地域に任せるみたいなことでね、政党対政党っていうのをちょっと色を消したんだけども、はい、これまあこれ立憲の幹部の言い訳っていうのは言葉悪いけど、言い分としてはその実は32全部やったところでですね、本当に勝ちにいけるっていうのは実は10とか11とか12なんですよ、ね、本当に取りに。だって前回だって10しか取ってないわけだからね。だからそういう意味ではね、実は後退してないんだってこう言うわけですよ。だけど32全てで対決構図ってなると、やっぱりこうムードが違ってきますよね。それがやっぱり影響してくるんでね。だから僕はやっぱりその、いや、現実的に12で勝負かけてるんだから、12でもっていうけども、僕はちょっとどうかなという気がするし。それから、あと、まあもう一つは維新がどうなるのかっていうこと。それから、まあ自民党も、まあ余裕はありますけれども、その数字的にはね。だけど、これはね、例えば東京なんかで言うと、こう今のところ2人ね、自民党は出てて、はい、まあ優位なら2人ともなんていう、こう数字は出てるけども、実は東京っていうのは無党派が日本で一番多いから、
どんな風が一気に吹くかもしれない、はい、それから自民党もうまくこう組織割り票割りなんかが東京は過去うまくいかなかったことあるじゃないですか。丸川珠代さんが勝ってね、最初に出た時ですね、小坂さんが落ちちゃったみたいなね、小坂三蔵さんが落ちた、だからそういう票割りとかそういうこともあるのでね、だからそういう最後の一議席みたいなところ、それから比例もまあ今のところ、まあ調査では大体、18ぐらい行くんじゃないかなんていう予測もあるんだけれども、うん、この比例だってですね、また風が吹くと変わってくる。だからまあ自民党もこれ決して気抜いちゃいかんつって、今なんか現場はそれぞれ引き締めてますけどね。そうですよね。うんうん、首都圏の、ある衆議院議員の方に取材したら、やっぱその緩みっていうものをものすごく心配してましたよね。わかりますね。だから、そういう意味では、まだまだ、1ヶ月あるわけだから、ということでしょうけど、まあ、現状ではそんな感じですかね。立憲民主党のね、不信任決議案と細田衆議長への不信任案提出というところから、まあ、参院選についてというところまでお話をいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、アジア安全保障会議で20カ国に海上安保協力を進める方針表明へ。明日10日からシンガポールで開かれるシャングリラダイアローグ、アジア安全保障会議で岸田総理大臣が行う基調講演の概要が判明しました。インド太平洋地域の海洋秩序維持に向け、20カ国以上で海上保安能力向上のための技術協力を進める方針を表明することで、来年の春までに自由で開かれたインド太平洋を推進する計画案を策定する考えも示す見込みです。20カ国以上、ASEAN各国も含めてということになりますが、ここでですね、神奈川大学法学部法学研究科教授でアジアの国際政治がご専門の大場美恵さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。大場さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。さあ、この海上保安能力向上のための技術協力を進める方針というね、はい、この基調講演の概要がなんか出てきましたけれども、これ日本として、はい、どういうメッセージを発信すべきと考えますか？はい。具体的な案として今非常にこう注目を浴びておりますけれども、はい、もちろんこれ、ある種の国への牽制だとは思いますけれども、より広くですね、インド太平洋の海洋秩序、はい、あるいは国際秩序、地域秩序の安定のための取り組みに、日本も積極的に取り組むという姿勢を具体的に示したものだろうと思います。で、この海洋安全保障についての協力は、岸田首相が5月の終わりに出席した、アジアの未来という、国際、国際的な、その大きな、会議でも、そのような姿勢を示しておりましたし、それから海洋安全保障につきましては、はい、やはり5月に開かれたクワッド、日米豪印4カ国の、首脳会議での声明の中でもですね、新しい海洋状況保安、把握イニシアチブというもの、こちらですね、海洋安全保障、海洋状況把握のためのインド太平洋パートナーシップというもの、はい、こちらで合意もしています。なので、やはり、この地域の、安定というものに、日本がより積極的に取り組むという時の具体案として、このようなものを持ってきたんだろうということですね。ですので、もちろんこういったそのことをですね、特定の国への牽制かどうかっていうことを議論するのも、大事ではあるんですけども、はい、それよりも、日本が、やはり国際秩序や地域秩序が、その国際法とか、あるいはルールとか、そういったいわゆるこの法、あるいはその、人権とかですね、そういったこう価値や規範というものに基づいた秩序を日本が、ちゃんとそういうものを作っていくことを取り組んでいくっていうですね、こういったことに、その日本がより積極的に取り組むんだっていうことを、今回のシャングリラダイアローグでも言うと思いますし、岸田
かもしれないので、私もそれを期待をしております。うん、これ、特定の国、中国などが念頭だとは思いますが、その部分にフォーカスするよりも、よりこの価値とかいろんな国が賛同できるテーマで行った方が、はい、より射程が広くなるということですかね。はい、射程が広くなりますし、実際にそのようなことを言うんじゃないかと思うんですね。それは、今お話ししたアジアの未来でもそのようなアプローチでした。つまり、広くそのこの地域において望ましい国際秩序を築くということ、これが非常に大事というメッセージですし、それから具体的な日本の取り組みというのは、はい、先日示せられた日本のその骨太の方針というものの内容とも絡んで、さまざまな具体的な取り組みについては述べるのではないかと思います。例えばですね、イノベーションとかでスタートアップのための投資とか、はい、サプライチェーンの強靭化とかですね、こういったものはアジアの未来でも言及をしておりましたけども、骨太の方針でも国際環境の変化に対応するだとか、あるいは新しいその資本主義というものを打ち立てるとかですね、そういう中でいろんなその具体案というのを盛り込んでいて、そういうものを外に打ち出しつつ、これは日本のためだけではなくて、その国際秩序、地域秩序の安定や、より一層ですね、活気や規範というものに基づいた地域秩序づくりというものに資するものだというような、そういったメッセージをシャングリアダイアログでも発するんじゃないかというふうに考えています。安全保障というふうに、捉えると、軍の動きみたいなところにこう特化してしまいますけど、これ海上保安能力というふうに言ってますよね。ってことは、はい、そこだけじゃなくって、もっとこう海上保安庁的な警察権の行使であるとか、より広い概念で、秩序を作っていくっていうような方向で、そこに経済も絡むということですか。はい、もちろんそうだと思います。なぜかというと、もう今日本は東南アジア諸国との安全保障協力の中の柱が、はい、そのようないわゆるこう海上保安能力の向上ということに資することをやってきているわけですね。で、巡視船の供与というものもそうですし、はい、長年日本は人的な協力もしていて、能力向上支援ということで各国のその、海上保安能力の向上ということに努めてきました、はい、で、そういうことの延長線上にこういった取り組みを位置づけるってことだと思いますね、改めて海保のこの国際協力とはもう実はそういう地道なことをずっとやってきてるんですよね、はいはい、やってきてるんです。本当にやってきていて、でそれをそのよりですね、いわゆるこうどっか特定の国ということよりも、そのこの地域の安定ということに資するものであるっていう、そういう位置づけをして、でそれでそのメッセージを発するんだろうというふうに思っています。これ逆に言ったら、その趣旨さえ分かってくれれば中国であっても受け入れるということですか。論理的にはそうなりますよね。論理的だとね。論理的にはそうなりますよね。はい。でもそれが、いわゆるこう、はい、極度に排他的にならずに、この地域全体に包むメッセージとして、こう発するときの肝じゃないかと思うんですね。やっぱりこう、どこか特定の国をですね、こう追い詰めるような、そういうメッセージよりも、はい、むしろ今の方が、いろんな国のその賛同を得ることもできますし、いろんな国の納得も得ることができるんじゃないかと思うんです。スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。はい、おはようございます。ジャーナリスト鈴木哲夫です。おはようございます。すいません、もう時間がないんで短く一つだけ。実は私は総理のメッセージも大事だと思うんだけど、実は合わせて行われる日中のですね、はい、防衛省のその会談。はい、でこれね、僕実はなかなかしたたかだなと日本はと思うんですね。安全保障ではある程度中国を想定してても、一方でやっぱり中国との対話って、これは一応抗議をするんだみたいなこと言ってるけども、うん、この中国とですね、岸田政権どう向き合うべきだというふうに お考えですか。はい、おっしゃる通り、その中国との関係っていうのは、やはり今非常に難しい部分もありますけれども、しかしながら完全に関係を切ることはできないわけですよね。地理的にも歴史的にも、それから経済的にも。ですから、はい、ですからやはりこう中国の影響力は拡大するってことは、もう日本も含めてアジア全体分かっていることで、しかしながらそれと向き合いながら、いかにその中国の拡大、影響力の拡大や中国との関係というのを、その
自分たち日本にとっても地域にとっても望ましい方向に持っていくかってことをやはり常に考えていかなきゃいけないってことだと思うんです、うん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 、中国はいなくならないので、うんうん、でそういう意味ではそのこのように対話もちゃんとチャンネル開けておく、うん、このような多国間の会議の時もあのまあ、活用しながらこういう重要 なあの、まあ、二国間対話というものを開くっていうのは非常に大事なことだと思うし、で今後もそういうような是々非々っていうかそのものによっては協力するものもあるし、しかしながら言わなきゃいけないところは言うっていうこういう姿勢を取っていくんだろうし取っていくことが望ましいと思います。なるほど、うん、大場さん、朝早くからどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼します。神奈川大学法学部法学研究科教授、アジアの国際政治がご専門、大場美恵さんと電話をつなぎました。さあ鈴木さん、まあ、これね、うん、あの対立角突き合わせ一辺倒でもなく、うんうん、かといって、まあ、べったりでもなくという、うんうん、ところが必要なんです。いや、それがある種またその僕は岸田外交が試されているのはここだと思うんですよね。だからあの、まあ、対話というとすごく柔らかい印象なんだけども、はい、あのでもね、飯田さん、外交ってやっぱ喧嘩じゃないですか。国益と国益がぶつかるんだから、まあ一致することはないわけですからね。そうそう、別の国だからと 50-50 で、はい、まあほぼ勝利、51対49で勝利ぐらいの、そういうものでしょう。だからあのなんか対話という柔らかい印象じゃなくても、いや僕ね、はい、したたかっていうのがすごい大事だと思ってて、うんうん、だからアメリカべったりじゃなくてやっぱ日本のポジションからするとさっき先生もおっしゃってたけど経済なんかはもう中国とものすごくやっぱり密接な関係あるわけだから、はい、ここはやっぱ安全保障上中国をきちんと攻めながら一方でね、今度もこう外相会議もこれでしょ、あの牽制をするんだって言って、牽制するためにわざわざ会いませんよね。だからそういう意味ではパイプを作っていくっていう、このしたたかさ、これは僕は大事だと思うし、これをやりきれるかどうかなのかなというふうに私なりの視点では見てますけどね。実は今月このシャングリラあって G7 あって NATO もあってと、うん、外交の月でもあるんですね。特に安全保障ですよね。だからここでどういうカラーを岸田さん出すかと、これ結構勝負だと思いますよ。はい、この時間鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました日本総動機の方は、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます。お送りしております OK 工事アップ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。新型コロナの特例貸付制度。新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減った世帯に無利子で生活資金を貸し付ける国の特例貸付制度の利用額が5月末までにおよそ1兆4000億円に上っていることが分かりました。来年2023年1月からの返済に多数の自治体が返済困難な借り入れ者が、借入者が続出すると強い懸念を示しております。まあ、もともと2020年の3月もコロナ始まったところから、この制度も使われ出したと、2つの貸付制度を大幅拡充する形でというところだったんですけれども、今まで2度延長しております。そうですね、今このコロナの支援のお金をめぐってね、はい、いろんな事件が今そうですね、だから、はい、そもそもこの支援のあり方とかいろんなものがこういろいろ今振り返っていろんな議論がされているところだけれども、うん、この貸付制度っていうのは、まあ、2つあって、小口とそれから総合支援っていうのが2つ2種類あるんですけどね、はい、最大で200万ぐらいかな、だけどこれはあくまで貸付なんですね。貸付っていうことは返さなきゃいけないわけですね、うん、で本当はですね、これ実はちょっと財務省の、まあ、OB の方と話したんだけれども、はい、本当はね、やっぱり、支給したいわけですよ。一律とは言わないけど、やっぱり生活が苦しい人とかにね、お金をやっぱり本当は、いや、でもそれだと、どんどんただ、ばらまきだとか、支出ってことになっちゃうでしょ、はい、だからやっぱりなかなかこう、役所として、財務省としては、配りますよって言えない。じゃあ、貸付ですから無利子です、その代わり無利子です、だからいつか返してくださいよっていうけども、ある程度やっぱり生活困窮者はこれ返せなくなるだろうなっていうのは、やっぱ最初から頭のどっかには織り込んではいた。そう、これね、本音を言ってくれたけども、まあ、そういうことなんですよね。だから僕はですよ、本来それは間違ってると思っていて、だからちゃんと要するにもう支給するならするとかね、あともう一つね、やっぱり考え方変えなきゃいけないのは、
こういう返せない人たちって何かっていうと、全く最初から返す気がないわけじゃないけれども、例えば次のその非正規であって就職先が見つからないとかね、返そうにも返せないって人たちもたくさんいるわけですね。そうすると政策的には何かっていうと、僕さっきもちょっと言ったけど、コロナ難民じゃないけれども、つまり、今、自主廃業とかする人ものすごく多いわけですよね。はい。で、こういう人たち、それから、もう一回コロナで一回こう、仕事を失ったけども、もう一回働きたい。そういう人たちの、いわゆる再チャレンジっていうかな、言葉としては。うん、そういう人たちが再就職できる仕組みとか、うん、それからもう一回看板を掲げてやっていけるための仕組みとか、僕はやっぱりそういう現金支給もそうだけれども、はい、そういうちょっと政策のシフトも必要なのかなと思うんですよ。うん、だから、その、まあ、最初から織り込み済みでこれ返ってこないよね。だけど、支給っていうふうには簡単にはやれないからっていう、なんかそんなところずっとね、ブラックなところ、グレーかな、グレーの言ってる以上を、はい、この、こういうのって問題って常にこれからも起きるわけでしょ。うんうん、だから私はもう支給するならするってことをメリハリをつける。で、できないんであれば、その代わり再就職はとかね、切り替えていくとかね。例えばある程度は支援をします。ある、例えば1年間は。でも2年目以降は今度は再就職に政策をシフトしていくとかね。まあ、この辺をちょっとやっぱり僕は考え直した方がいいのかなっていうのはすごく思いますけどね。まあ、当座の困窮に関しては、この支給でやって、うん、で、その先、まあ、再就職に向けてっていうね、うんうん、起動させるところ、あるいはこう、もう一回商売をやるってなったら、そこは、まあ、貸し付けで無利子で、うんうん、で、儲かったら返してくださいねっていう、うん、それインセンティブにもなったりしますね。いや、そうなんですよ。だから、まあ、クリエイティブな、まあ、政策の組み合わせじゃないけれども、要するに困った人を助けるというのは、イコールお金という、そこだけじゃなくて、それとその次の段階の再就職もセットにした、いわゆる政策にして、お金の支給はこの時期まで、そこから先は今度は再就職の、うん、まあ、非常にクリエイティブな政策の融合ですよね。なんかそういうことをね、うん、やってほしいなっていうふうに僕は思いますけどね。まあ、国は今のところ、その再延期は検討なしだということになって、うん、いや、それね、ここも一つ、まあ僕は問題なんだけど、やっぱり、例えばね、これ今日この後にあるけれども、例えばその、観光業にしても何にしてもね、やっぱりね、まだコロナ前じゃないんですよ。だからね、ここで要するに全部オープンにしていろんなものを緩和していくと、で、経済活動も両立させていくと、はい、だからあとは皆さん民間の努力でっていう、これは僕は違うと思う。少なくともやっぱり移行期間、これ1年なのか2年なのか。ある経産省の僕は現役の人と話したけども、はい、この人は2年って言ってましたね。2年。だから僕は逆にそんなにかかるって言ったけど、いや、元に戻るまで最低2年かかると僕は思いますというふうにその人は言ってた。じゃあその間やっぱり移行期間はね、うん、支援を止めちゃダメですよね。形は変えていっていいですよ。うん、はい、だけども、そういう意味ではちょっと僕はその辺も岸田さんやってほしいなっていうのは。だからむしろそういうことがね、争点で、参議院の争点であるべきだし、うん、不信任の理由を言うならば、はい、その辺やってねえじゃねえかとかね、うん、僕はそこだと思うんですけどね。うん、お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新葉一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。政府、県民割旅行先、来月にも全国に拡大へ。政府は来月にも都道府県が実施している旅行割引の支援事業、県民割を全国に広げる方向で調整に入りました。新型コロナの感染状況が落ち着きつつあることから、観光需要の喚起による経済活性化に軸足を移せるとの判断になります。これ県民割を県民以外にもやるっていうことになるんですか？まあそうですよね。それはもう県民割じゃない。ないですよね。GoTo と何かって。だから GoTo が、まあ、形を変えたというのも変ですけども、まあ実質、名前を変えたって言った方がいいのかな。それでやっぱりこれ実はこの県民割もそうだし、 GoTo もそうだし、それから海外からのね、観光客の受け入れ、はい、もそうですけれども、明日からと、そうそう、これはやっぱりある意味では、まあ、観光庁とかですね、はい、いわゆる観光
政策、観光行政というふうな、こう、まあ、色分けはそういうことでしょ。だけどこれ官邸の官僚に話したら、はい、実はやっぱり観光政策じゃなくてもう経済政策なんですよね。だからその今非常に経済がよろしくない状況の中で、やっぱり、まあ、例えば海外の観光客であればそのインバウンドですよね。でそういうものでやっぱり経済対策として進めていく。だから少しでもこのいわゆる観光に関しては経済対策として今はもうどんどん前進めていく。もう何と言われようととは言わないが、形を変えたりいろんなことをしながらね、進めていく。まあそれがあの大方針としてこれありますね。うん、で、ただね、その、これやっぱり僕すごく思うのは、例えばその、観光がまあ前のように少し戻ってきたという、で同時に例えば世論調査なんかマスコミがやるとね、じゃあ行くかっていうと、いやまだ今年のゴールデンウィークなんかまだちょっと慎重にっていう人が多かったり、から例のマスクの話じゃありませんけども、じゃあマスクどうしますって、いやいやマスクはやっぱちゃんとつけてとかね、なんていうのかな、その国はバーンとこう扉開いてるけれども、やっぱ国民の方がちゃんとね、まあ、考えてっていうか、はい、慎重にね、一つずつっていう感じで動いてるのかな。もうこれパーンと、門戸開いたからって言って、もうみんなが、うわーっていうよりは、やっぱりしっかりそこは考えながらっていうね。だからなんかこう、政府よりも、やっぱり国民がしっかりしてるのかなっていうのは、僕その調査なんか見るといつも思うんですけどね。これ、やっぱり観光ってことになると、まあ、どちらかというと都市部よりもこう地方部に対しての恩恵と、これやっぱりそう考えると、え、選挙を前にしてっていうような文脈も当然あるわけです。これはね、実は前僕は春、まあ3月ぐらいだったかな、2月だったか、ごめんなさい、その頃に取材をした時に、これも同じ官邸のまあ官僚なんですけども、もう5月のゴールデンウィークあたりに、もう GoTo 再開してね、そして夏休みにはもう、まあ、フルにとは、ほぼフルにオープンにしていくんだっていう。で、やっぱりそこには当然選挙をね、意識したものはあると。で、まあ当時はまだその、本当に感染者が減っていくかどうかっていう、確実なところなかったから、まあ慎重にというふうに条件はつけてましたけども、まあうまくいけばやっぱり参議院選挙に合わせて、つまり夏休みっていうのはイコール、参議院選挙なんですよね。だからそこへ向けて、はい、ムードを作っていくんだというのは、やっぱ最初からこう、シナリオとしては、これあったと言っていいと思いますよ。はっきりそういうふうに言ってましたからね。で、あとね、飯田さん、僕すごく思うのは、その、はい、ただ、これ僕、このまま行くとね、もうオープンにしたよ、緩和したよ、どんどん緩和していくよ。で、あとは、じゃあまたもう現場に戻しちゃうっていうかね、現場でじゃあ頑張ってねっていう、でもそうじゃないんじゃないかと思っていて、でこの前ちょっと僕航空連合っていう、はい、ね、労働組合のちょっと幹部の方と話をしたんだけども、今だから海外も例えば行き来できるようになったりとか、国内旅行もっていうことで、確かに予約なんかすごく飛行機なんか増えてるんですよね、でだけどね、やっぱこれいつもニュースなんかで皆さん気をつけなきゃいけないと思うのは、去年に比べて、はい、プラス 120% なんかとか言うでしょ。でも去年はコロナの最中だったわけですよ。だから本当に比較するのはやっぱりコロナ前ですよね。コロナ前のやっぱりその動きと比べなきゃいけない。そうするとね、やっぱまだね、3割とかね、減なんですよね。だから、戻ってきたとはいえ、まだまだコロナ前には、まあ、その幹部が言ってたのは、ほど遠いって言ってました。ほど遠い。うん。で、ほら飛行機なんかも、例えば国内便で減便してますよね。そうですよね。それ復活されてないでしょ。確かにそうですよね。うん、うん。だからもう今全部戻ったかって、そうじゃないんですよね。で、今の便、僕もちょっと、毎週移動いろいろしてるけど、はい。それでもやっぱりまだ半分しかお客さんいない便があったりね。だ確かにその国連合の幹部が言う話って僕非常に響いたんですよ。だから何が言いたいかというと、結局はい、ここで全部観光も含めてオープンにしました。あとはもう現場で努力してくださいね、じゃなくて。自己責任ですよ。そうじゃなくて、やっぱり観光業に対してもね、ある程度の僕は支援っていうのはある程度一定期間は続けていかなきゃいけない。で、これもね、僕はもう前から言ってます。GoTo じゃなくてね、
やっぱり観光地に直接交付金のような形で配ってね、はい、そこで例えば感染対策にお金を使うとか、そこで独自にクーポンを作るとかね、うん、なんて行く人じゃなくて、観光地やそこの自治体に交付金としてそのお金を回した方がいいと。だって、あの、結構みんな行ってませんか？ GoTo なくても。ね、旅行に。だから、僕はそっちの方が、これからのその最後の支援を続けていく、そこの部分のお金っていうのはむしろ行く人よりも、来る側のところにお金、で、そこでうまく使ってくれと。うん、で、またこれ増えちゃったりしたらね、そこで、例えば従業員のいろんなものを補填に当ててもいいし、で、前向きに、例えばそこでクーポンを、ね、地域ごとのクーポンを作って、はい、とかね。うんうん、その方が、こう、観光地、地元にお金が回るっていう、うん、結局、ね、あの、行く人に渡すって形になると、うん、あれ、それって半分以上、あの、東京の旅行代理店に行ってないかみたいな話にもなってしまう。いや、その通りなんですよ。うん。うん、それで、しかも、行って、それは使ってくださいっていう二次的な効果であって、本当に困ってるのは観光地で、旅行に行く人じゃないわけですよね。だから、そういう意味で、そういうこともちょっと転換して、思い切って転換して、僕はいいと思うんだけど、その辺の議論出てこないんですね。やっぱり GoTo を形を変えてそのパターンでいくっていうね。そこがちょっと僕は残念な気がしますよね。県民割、来月にも全国に拡大へ、今日のスクープアップでありました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください。